共通しているものないかな、でそれって全部くくり出してひとまとめにできないかな、これが効率化の基本ですよね、うん、ちゃんと途中式を書かないと答えが出ないようなところの数字を長いのすればいいんじゃないのかな。あー、なるほど。しかも多分発言しない時間がほとんどなんで、いや生産的じゃないなと思ってる先生も多いんじゃないでしょうか、うん、もう皆さん YouTube とかに上げられてる紙動画、まあ、もう紙のようなクオリティってことです、俗説に言うとね。そう、これ慣れちゃってます、もう目も耳も超えまくってますよ。どうも皆さんこんにちは、高専プロモーションチャンネル谷二でございます。それと高専テクノゼミ代表の河野です。よろしくお願いします。はい、今回は少しおこがましいのですが、高専にある無駄ということでまあね、ちょっと駆け出しの私たちですが、まあ高専ここで効率化できるよねってところを、まあ、ちょっと恐れ多いですが挙げさせていただきたいと思います。今回はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、この動画は高専受験のための YouTube チャンネル、学習塾 PDCA スクールと KPC、 高専進級大学編入オンライン塾、高専テクノゼミの提供でお送りいたします。ということで高専にある無駄ということで、全てで5つほどピックアップしていきたいと思います。それではお互いにコメントしていきましょう。よろしくお願いします。それでは1つ目です。定期テスト課題のアナログ感、これ否めませんよね。間違いないですね。ねえ、ね、紙かよみたいな。いや高専だよ。じゃあちょっと見ていきましょう、まあ、こんな感じです。先生大変ですよ。だってクラスの人数分もブラブラブラーってね、もう吸って作るのも大変ですし、極めつきに採点もある。だから作成印刷採点、これね、すごく大変らしいですよ。想像できます、やっぱり作るのも大変ですし、それを一個一個きっとこう途中式とか見ながらこう採点していく、きっと1日ぐらいかかるんじゃないですか。そうです。いやー、これはね、ぶっちゃけこれ休日もやってるんじゃないのかなっていう。そうですね、120人だし、1つのテスト5分間でやっても600分時間かかりますもんね。約10時間ですよ。そうです。いやー、それはね、計り知れません、ね、じゃあこれをどうすればいいのかっていう話なんですけど、僕だったらね、こんなのね、やってられないと。まあ、テストの質も落ちない程度にこんな感じでやりますかね。まあ、高専ですから、うん、自分の研究ケースの教え子とかにこういうシステムちょっと作ってみないとかっていう風にね、ちょっと自分の業務の効率化につながりそうなシステムっていうのをちょっと即権で取り組ませたりとかして、もう Google フォームとかだと一瞬ですからね、うんうん、もうちょっと問題作ったりセッティングするのが大変ですけど、まあ、それはもう紙媒体も一緒ですから、これ採点一瞬ですよ、これ、うん、どう思います、これ採点一瞬、うん、確かに採点一瞬はすごくいいなっていう風に思う。ちょっと一個質問いいですか。いいですよ。なんかこうやっぱり高専っていうのは理系科目が多いじゃないですか。だからこう答え結果だけじゃなくって、こうプロセスだったり途中式やそういうとかすごい重要じゃないですか。確かに。そこどうすればいいんですかね。それはね、僕もすごいこれ欠点かなと思ったんですけど、うん、やっぱりセンター試験とか共通試験でも取られているように、ちゃんと途中式を書かないと答えが出ないようなところの数字を答えにすればいいんじゃないのかな。なるほど。確かにセンター試験とかがもう大学共通テストはまさにそういう形式ですもんね。確かに。そうなので、これで丸暗記防げるかなと思いました。これで結構、ね、新しい結構前衛的なものなので、結構抜け道がありそうで怖いですよね。うん、本当に本当に。例えばこう画面共有をしてみんなでこう答えを共有するとかちょっとリスキーかもしれないですけどね。ですよね、なのでそこはやっぱりその最初のね、管理された教室の中でその同じようにペーパー試験と同じようにするのがいいのかなと思いました。これでもこれ結構かなり時短できますからね、うん、もうこれ採用してる先生も一部いらっしゃいますので、そうですね、うん、本当におすすめだと思います、はい。じゃあ2つ目見ていきましょう。先生の会議ということで見ていきましょう。これどういうことかっていうと、これこういうね、先生が集まって会議するのよく見かけ、ま、イメージありましたね、うん、ゾロゾロゾロって何かあるごとにね会議すると思うんですけど、これやっぱ当事者の先生に聞くと、やっぱりちょっとショートカットできるんじゃないのかなっていうのはあったそうです、うん、やっぱ座ってますから落ち着きますよね。よいしょと、あ、今日も授業疲れたって感じで、まあそう長引くらしいんですよ。なるほど、うん、なんでやっぱりこれはどうでしょうか。やっぱり立って会議すると足疲れますし、やっぱりこれ科学的にデータ取れててやっぱり早く終わるらしいですね。これも、ね、結構良さそうですね。先生忙しいって言いつつ、確かにそうですね、うん、だから今まで加えてなんですけど、すごいゾロゾロゾロ、え、そんな何十人まで会議するのっていうふうにゾロゾロゾロって入っていられるじゃないですか。その例えば20人の方の1時間の時間ってすごいこうコストかかってますよね。しかも多分発言しない時間がほとんどなんで、いや生産的じゃないなと思ってる先生も多いんじゃないでしょうか。うん、そういうお声、ね、聞きますね。例えばもう担当者何人か決めておいて、その人たちで大方話し合って、うん、で全体で、ね、15分10分確認のための会議とかすると良さそうですよね、うん、いや本当にそう思います、はい。
ということで3つ目見ていきましょう。3つ目、各種手続き非 IT 化なところがあるよね。いや高専でしょみたいなそう、これちょっと見ていきましょう。はい、はい、こんな感じですね。いろいろ書いてますよ。書類、休学届け、うん、あと部活のね、その入部届けとか出席簿、求人票、いろいろあります。これどうすればいいのか、まあ、こんなイラストで表現してみました。もう全部デジタル化しちゃっていいんじゃないのって話ですよ、うんうん、例えばこう署名がいるものだったら、もう電子署名最近流行ってますから、先生の各研究室にこういう署名できるようなもの、もしくはもうポチで OK なようなシステムを作ってですね、うんうん、これどうでしょう、これしたらどんないいことがありそう。これは素晴らしいと思いますよ。本当に紙ってこう管理大変じゃないですか。そんな、うん、だって全校の学生何百人っている中で、それをみんな紙ですよ、それ大変ですよ。しかもそれ5年間交換するとかも無理ですよね。だから僕はすごい電子証明とかクラウドサインだとか、そういうところはどんどんね、導入していったらいいんじゃないかなっていうふうに思います。いや、おっしゃる通りですよね。例えばこの先生は確か違う学科の先生だけど、自分の専門とは違う学科だけど、専門棟の何階の右端の方にいたっけなとか、一応これねスタンプラリーですよ。でこれがね、この IT 化できたら、例えばもう先生のパソコンに誰々から何が来てます、誰々から何が来てます、じゃあそれぞれ確認して署名してくださいっていうふうに通知が来てるだけだと思うんで、これすごく楽ですよね。本当に楽ですよね。なんか休日のちょっとね、休日にちょっとね隙間があればなんかサインでもできそうなぐらい、うん、すごい楽だと思いますので、うん、これぜひともぜひともなんかね、学生の卒業研究とかを利用してなんかちょっと作れると羨ましいですね。これはい、ということで4つ目見ていこうと思います。授業動画の非活用ということで、うん、まあ、せっかくコロナがね、その1、2年前があって遠隔になって結構取りためている教材とかあると思うんですよ、うんうん、これとか使ったらどうなのかなと思って、なんでかっていうと、もう何年も何年も同じ授業、同じ内容、ほぼ同じ内容でやってるわけじゃないですか、うんうん、これってなんか効率化できないのかなと思ってて、確かに確かに、だから効率化って結局因数分解と一緒なんですよね、うん、それぞれの項もしくは事象において共通してるものないかな、でそれって全部くくり出してひとまとめにできないかな、これが効率化の基本ですよね、うんうんうん、じゃあまさに先生の毎年の授業って因数分解し放題じゃないですか、うん、おおくくり放題じゃってことで、こんな感じです。もう皆さん YouTube とかに上げられてる紙動画、まあ、もう紙のようなクオリティってことです、俗説に言うとね。そう、これ慣れちゃってます。もう目も耳も超えまくってますよ。僕らみたいに民間の企業がたくさん動画作ってますから、うん、それ慣れちゃってるんで、やっぱり学校の先生方も変わっていかないといけないと思うんですよ、うんうん、ちょっとずつね、うん、そう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 、ということでこれはどうでしょうか。こんな感じでもう取りためてたり、もしくは今から用意する編集されたすごいいいコンテンツを揃えて、でそれある程度ね予習してきてもらって、授業中はもうアクティブラーニング、もう分かんないところありますかとか、皆さん大体分かってると思うけどちょっとね聞いておきたいところありますかとか、じゃあ皆さん分かんないところあると思うからお互い話し合ってとか、うん、じゃあもう皆さん終わったようだから編集しようか、じゃあもうテスト週間ほぼ暇だよねみたいな、うん、これすごい理想だと思うんですけど、うん、これなんかコメントあります？いや、そうです、めちゃめちゃ理想だと思います。一方でこれ本当にそれぞれの学生が自主的にしっかりやるってことが前提になっちゃうかもしれないですよね。そうですよね、うん、これがね僕思ったのが、クリティカルな意見ありがとうございます、全部お返ししますのでね、から答えていきます例えばですよ、一般科目からちょっと試運転するといいと思ってて、うん、120人いるじゃないですか、うん、でそれを同じ先生が同じ授業を3回するじゃないですか、うん、そこも無駄だと思うんですよ、うん、確かに。そしたら僕一緒負担に全員すればいいなと思ってて、それを例えば120人の学生がいたとして、もうスコアとかこれまでの成績で2分割するわけです、うんうん、もう本当に意識高い生とちょっと苦手かな、あまりちょっと意識高くないかな、うん、っていう、まあ、3分割か2分割して、これでねこのスタイルを変えていけばいいのかなって。なるほどなるほどなるほど。多分意識高い人はもう予習したりすると思うんで、うん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 、そういう風にちょっとレベル別に分けたりするといいのかなと。それだけでもお釣りが来ますよ。だって同じ授業3回してたのに2分割で2回で良くなりますからね確かに確かに。こんな感じでどうでしょう。ああなるほど、それはすごくいいかもしれないですね。緩和されそう、うん。はい、ということでお次見ていきたいと思います、はい。まあ、こんな感じでね、たくさんアイデア出すと面白いですね。いや本当に、はい、ということで5つ目、これはちょっと問題1ですねプログラミングを紙で勉強しましょうという、まあ、ちょっとそういった科目もまだ見受けられるんですよ、うん、ちょっと見ていきましょう。まあ、こんな感じで僕もね1年生の時に Java をですねやらされました。これはちょっと JavaScript で Google 画像検索でヒットした画像なんですけど、うん、僕もね Java をこんな感じで勉強しましたねえみたいななるほど、はい、でこれはやっぱり検索もできないし、ここの、うん、ね、ここの表記命令ってどういう命令なんだろうって、こうやってね紙に対してこうやってタップしたりできませんから、うん、で僕ね徹夜でテスト勉強してる時にね、もう寝ぼけちゃって紙にこうやってタップしてる時ありますからねやばいでしょ、やばい、まあ、それできませんから体系的に書けない、まあ、そもそもノートに書いても勉強にならないっていう声がたくさんありました、うん、じゃあこれをやっぱりもうそのまま直にね
これ入力してコンソールで確認、これやっぱりいいんですか、ね、いや絶対そうだと思います。これ僕も実際に機械化なんですけれど、うん、テストでもひたすらこう紙にこうプログラミングを書かされるあの授業実際にありました。いやすごい、これはあの 僕たちも大変ですし、それこそ先生方も採点めっちゃ大変じゃないですか。確かに。だってプログラミングだったらこう実際に実行させてその結果が一目瞭然ですよ。でも紙に書いてたら一個一個法文これ何回繰り返して編集が11だからこれ間違ってるってなかなか難しいですよね。なんかそういった非効率な部分どんどん取り除いていくと先生たちも余裕が出てきて、より教育の質が上がったり公務の質が上がったりっていう風に思うんですよね、うん、なるほど。まあ、最近だったらもうね、いろいろ環境設定もせずにもう一つのホームページでもうなんか実行結果見るみたいな、うん、この環境ありますもんね、うん、あります、うん、これでやっぱ演習とかテストできるといいのかなっていうふうに思いました。はい、ということで5つ確認させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ちょっとおさらいしておきましょう。1つ目がですねこちらでした。定期試験課題のアナログ感が否めない、もっとデジタル化してもいいんじゃないの、天下の高専でしょって感じです。2つ目、先生の会議、ここもなんかアナログ感否めないですよね、うん、はい、ということで3つ目、各種手続き非 IT 化、いろんな高専でちらほら見られてます。そして4つ目こちらでございます。授業動画非活用、多分取り留めている先生たくさんいらっしゃると思うんで、これもねなんかもしね予習したい人がいれば使ってねとか全然いいと思うんですよ、うん、ね、うん、ね、全員ちょっと強制はちょっと非理想だと思うんですけど、そう理想だと思うんですけど、これね活用できそうだなって個人的にすごく思ってます。で5つ目プログラミング、もうねパソコンに書きましょうということで紹介させていただきました。ということでテクノゼミさんちょっと広報の方よろしくお願いします。はい、私たちは高専進級大学編入のオンライン塾の高専テクノゼミと申します。まあ、今回は高専についてねあの大さんとお話をさせていただきましたが、私たちは高専生オンリーにあのフォーカスしてあの、学習塾オンライン塾を開催させてあの展開させていただいております。もしご興味ある方いらっしゃいましたらお問い合わせの方よりご連絡いただけますと幸いです。いや本当に高専生オンリーってところが特徴ですよね。こういった授業の合間の雑談とかで高専あるあるとかでね雑談できたりすると思うんで、うん、それだけで仲良くすぐ慣れちゃうんですよ。すごく円滑に指導が進むと思います。うちとかはねもう大体6対4とかで、まあ、うちの PDCA スクールなんですけど、うん、地元の岩国市の高校生中学生が大体4割で高専生が6割って感じでちょっとやらせてもらってるんですけど、まあ、いろいろな、まあ、特徴がありますけど高専生オンリーですからね、うん、そう講師も高専出身の方ばかり、まあ、ほとんどだと思います。もう本当にもう話がね噛み合ってしょうがない、楽しいと思いますのでぜひともお見知りおきをお願いします。ということでこちらの動画は高専教育へ入り口サポート、高専高専受験のための YouTube チャンネル学習塾 KPC と PDCA スクール、高専教育から出口サポート、高専進級大学編入オンライン塾、高専テクノゼミの提供でお送りいたしました。ということで今回は高専にある無駄ということで紹介させていただきました。おこがましいですが、まあこれ結構まといて、ね、得てると思いますのでぜひとも皆さんもあれば皆さんもコメント欄で教えてください。はい、ということで今回の動画締めていきたいと思います。あなたの選択肢に高専を。高専数学の教科書ガイド、新生活スタート、超人気の教材です。こちらに表示の教材の解説集なのですが、実はこの教材厄介しかないんです。ドラえもんって感じですよね。クフフフフみたいな感じでドラえもんが登場してくれるみたいに皆さんのためにご用意できているんですね。イメージとしてはこんな感じの教材になってます。どうですか、めちゃくちゃ詳しく書かれてあるでしょ。収録されている全ての問題の解説詳しく収録しております。出版社が大日本図書かどうかだけきちんとお確かめください。取り扱っている教材はこのような問題構成になってるんですよね。ご紹介する教材の特徴その1、色で印をつけて直感的な理解を促します。2つ目、他人に直筆で細かい部分もコメントしていますよ。3つ目、難しい問題は詳しく詳しく詳しく書いています。4つ目、印刷することも可能です。5つ目、教科書内の問題であれば質問も可能です。こんな感じで LINE で質問に答えてます。あなたの高専生活に教科書ガイドをお届けしたいです。執筆した人はみんな高専関係者です。自分自身が苦労したからこそ皆さんには楽をしてほしい、そういう風に考えています。コメント欄にサンプル申し込みフォームを貼り付けております。どうぞご覧ください。 PDCA スクール。Thank you for watching till the end. Please subscribe to our channel.